築地場外の築地寿司一番に行ってきました。知人が上京してきたんで3人で築地でも行こうかってなったんですけど、すごい大雨にすごい人で、パッと見つかったらすぐ入れるお店に入りました。築地寿司一番、極上本マグロの店です。年中無休24時間営業ですね。で、1貫98円からっていうことで入りやすな感じなんですけど、まあ、15貫9000円なんていうネタもあって、なかなか油断がなりません。で、店内に入ってメニュー見ると、日本語、英語、中国語、韓国語表記があります。親切です。まずはビール。札幌です。美味しいですね。で、突き出しはマグロとひじきとかの煮物でした。これも良かったです。で、出てきました、本マグロの中トロとカツオの刺身です。早速本マグロいただきます。もちろんですが、美味しいです。カツオ、これまた美味しい、いい色ですよね。ね、どんどん食べます。マグロ、ほんでカツオ、パクパク食べてしまいました。アワビの海賊焼き、動いてます。人間ってね、すごいことしますよね。はい、焼きました。まあちょっと小ぶりですけど美味しかったです。続いてアジの池作り、まだ動いてます。まあ当然ですけど新鮮で美味しいです。で、コハダが好きなんですよね。で、エビ頼んだ記憶ないんですけど、エビの頭を素揚げにしてくれました。カリカリっとしてね、美味しかったです。そんなんしてる間に外でマグロの解体ショーが始まりました。で、しばらくご覧ください。まあ、40秒ちょっとでね、ちょこっとしか取れてないんですけど。席に戻ってみると、さっきのアジの頭を唐揚げにしてくれました。香ばしくて美味しいです。マグロの赤身も出てきました。解体したてのやつですね。これわさびつけなくても美味しいですね。で、まあ、言うだけ野暮ですけど美味しかったです。ここで握りと巻物を少し。で、まあ、やっぱりね、寿司屋に来たら小肌を絶対食べたいです。で、あとはタコとイカね。私安上がりなんですよ。で、他のメンバーはね、アナキューとかね、なんか手巻き頼んでました。小肌は美味しいですね。このイカも美味しかったですね。楽しい築地場外のお昼ご飯でした。美味しかったです。ごちそうさまでした。おまけ、ゆで太郎中華そばに海苔。あのゆで太郎ってね、かなりいい海苔を使ってるんですよ。黒々としたね、香りのいい海苔でね。で、これをトッピングで買って中華そばに乗せて、よりラーメンっぽくしてみました。はい、こんな感じ、立派ですよね。で、海苔でラーメン巻いて食ったらね、これうまかったですね。で、本当にゆで太郎の海苔うまいんですよね。香りが良くてね。
で、ラーメン屋とかで色の薄い海苔出てくるんですけど、ああいうのとはちょっともうレベルが違います。この話はまたいずれ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。